はい、諸君こんばんはです。中学2年生ですね。連立方程式の文章題、まあそうですね、今日まで実は6月分の授業だったんで、何としてでも連立ここまでいろいろとね、題材を諸君にね、サンプルとして、与えてあげようと思ってですね、いろいろなものにアタックをしておりますね。その今日はたったの2題、こいつを紹介してみたいと思います。後半の2桁の数というのはよく出る問題なんで、こいつはぜひともマスターしてほしいなと思いますね。前半の問題はこれは簡単な問題でありますので、ちょっとチェックをしてみましょう。ある中学校の生徒数564人、男子は女子よりも84人多いという問題で、男子を X 人、女子を Y 人としましょうかね。それで求めていこうという問題です。男子 X 人、女子 Y 人として求めていこう。だから、合計564人ですから、X 男子足す Y 女子ですね、564人という一式を作っていきます。そして男子は女子より84人多いというので、X はという式を作っちゃいましょう。女子の Y より84人多いから足し算でいいよね、といたします。そしたらもうこれ代入法でできるよね。はい、代入法です。 X のところに Y プラス84という式を入れてしまいましょう。Y プラス84プラス Y は564という式ができますよね。2式を1式に代入しました。すると 2Y が 564-84 ですね。2Y が480となりますかね。すると2で割ってあげて240。わー、Y が240ですから、X は240プラス84でいいですよね。ですので、X は324と出ますかね。簡単です。男子324人、女子240人という結果で答えということになりますね。これ簡単ですね、これはね。ではよく出る2桁の整数バージョン行ってみたいと思います。2桁の整数があるんです。これはね、2桁の整数をまずですね、元の数は 10x プラス y なんですよっていうのを1回決定いたしましょう。10の位を x、 1の位の整数を y としますね。10の位の数、これが x です。1の位の数、こいつが y です。すると10の位は10倍して、それに1の位を足すと数字が表現できますよね。これが元の数です。そして入れ替えた数ですね、変えた数、ここもチェックしておきましょう。つまり x と y を入れ替えればいいわけですよね。ですから 10y プラス x とかければ出来上がりです。わーお。すると、これの、引くんですよ。入れ替えてできた数から、これからですね、元の数を引くと、27になるという、こんな式を作ってあげますね。まずはでも、和が13であるという式を作ります。10の位の数 x と、1の位の数 y を足すと13だよっていう式をね、作ってあげます。x プラス y が13という式が1式ですね。そして問題の2式です。入れ替えた数から元の数を引くんですよ。入れ替えた数から元の数を引きます。10x プラス y ですね。すると27になるという式を作ってあげてください。わーお。そしたらこれカッコ開けますね。 10y プラス x マイナス 10x マイナス y イコール 27。 x をまとめます。マイナス 9x y をまとめます。プラス 9y イコール 27 と 2' 式が出来上がりました。
そこでちょっと注目してほしいのは9927という数字なんですよ。今までは何倍かをずっとしてきましたよね。ところが同じ数だったら割ってもいいんですよ。これ9927ってことは9で割れますよね。ですので9で割ってあげるんです。するとこれを9で割ってあげるとマイナス x プラス y イコール3という式が出てきましたよね。それと1式絡めたら簡単になります。1式絡めます。ほら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 、すると足してしまいましょうか。 2y がイコール16、y がイコール8と出てきてしまいますよね。すると y が8なのだから x プラス8が13です。 x は、わー、5って出ちゃいましたよね。これで答えなんです。そして元の整数を答えなさいと言っているので答えは58、58って答えてくれれば完成だったんですね。さあこれね、普通クラスで努力賞、まあ特進クラスでも出しましたが、まあほとんどの方ができたので、ぜひですね、これちょっとこけちゃった人、よーくチェックをしてほしいなと思います。そしてね、これはね、よく出る問題なんですね。もう一回だけチェックしておきますよ。まず2桁の数をどう作るかです。これは 10x プラス y と置いてやってください。入れ替えた数は 10y プラス x にすればいいんです。10の位の数を x ですよ。1の位の数を y です。 x 足す y がその和の13になっててくれれば1式完成ですよね。わあ、こんな形で覚えていきましょう。それではね、頑張ってまいりましょう。では